出てこない出てこない。上に猫閉じ込めてるの。あ、なしたの。うるさくて話しならない。二、うん、人でご飯食べてるわ。あ、そう。うん、あ、もうなんか上でウェイって聞こえた。あ、そう。もう食べて開けろっつってさ。ダメだ、開けられない。ちょっと様子見てくれかな。じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。はい。何振りかけてんの？ん？パセリ。うん、去年取った畑のパセリだから粗いの。へえ。サンマはあの圧力鍋でやったから骨まで食べれるよ。うん。どうもあれも入り口のガキガキにもう噛み噛んでさ、うんうん、あのトウモやってた。あ、そう、うん、ご飯遅かったですよ。そう、編集していて、うん、ああ、働き者何にもすまなかった、あの猫暴れさくご飯一緒に食べる久しぶりじゃない？うん、ね、そうだ。それ何本目？おう、確かにね、枝がうねうねしてるし、うん、グレートベッカム花輪さんですか？それがなくなってるね。私のことだけしか言えない。おいしいかい？うん、それボリュームランチでご飯と焼きそばがあるからボリュームなんだ。そうだわ、こっちの方がいいわ、コスパが。コスパがいいおばあちゃん、それ前菜だからお腹いっぱいになったらダメだよ。みんなやめとく。あ、でもそれ美味しかったそのキノコ美味しかったないの？いや、骨が手で取ってやる。
食べてみる？いや、汁が好き、汁が好きなんだ。汁が美味しいな、これ。二回目だよ。これ辛いの？これで。うん。大したことないでしょ。乗せてたじゃん。あら、調子ついて。辛いながらも結構食ったもんね。うん。本当。あ、でも顔しかめてるよ。お休みなの？そうなの。日曜日？違うよ。平日。今日木曜日。木曜日？何の日だ？何でもない日だよ。ただの休み。会社休み？そう。たまに日曜も働くから。トンちゃん、トンニー。